こんにちは、大谷陽子です。今日はね、自宅で撮影をしております。この2022年のシーズン、春先にね、ロードバイクでヒルクライム、ハルヒルとフジヒル出て以来、走ってんのかなみたいな、アカウントですが、私はね、まあ、コツコツとちょこちょこ出していましたが、マウンテンバイクに最近ハマっております。今シーズンはね、富士見パノラマリゾートで、シーズン券買って、マウンテンバイク乗ってました。ダウンヒルですね、ダウンヒルやってました。で、そこそこ通っていたんですけれども、実はですね、まあ、中盤ちょっと後半入るぐらいのタイミングで、初心者あるあるではあったんですが、結構ね、頭打ちになっていて、ちょっとね、マウンテンバイクなんか行き詰まったな、楽しくないなっていう時期がね、実はありました。はい。何がこう楽しくなくなっちゃってたのかっていうと、私はね、富士見パノラマでグリーンコースっていう初心者コースを、もうメインでというか、まあ、そこばっか走ってるんですけれど、そのグリーンコースでね、ある程度コースを覚えて、走れるようになってきているんだけれども、なんかね、こうスピードに乗ると怖いっていう状態になってました。スピードもね、超絶速いわけでは決してないんですけど、まあ、人並み、普通の本当に初心者の中ではちょっと速くなってきたぐらいな感じだったんですけど、なんかね、そこまで行くとすごいね、なんか飛んじゃいそうみたいな感じで、なんかジャンプしたいとかってわけじゃないんだけど、なんか飛んじゃいそうで、こうコントロールがそれ以上出たら効かなそうみたいな感じでね、こうスピードが乗っちゃうのがね、怖いっていう状態になってしまっていて、なんかちょっとね、やっぱ技術力というか何かが足りないなと思っていたんですけど、すごい頭打ち感がね、実はあって、楽しめなくなっていました。それでね、どうしようかな、ちょっと誰かにアドバイスもらったりしないとちょっと無理だろうなと思っていたところ、なんとですね、以前も動画にご登場いただきましたワイズロード東大和店の大野店長ですね、マウンテンバイクのインストラクターもの資格もお持ちの大野店長はですね、偶然ね、富士見パノラマにね、いらっしゃったんですよ。あれ、大野店長じゃないのみたいな感じで、メッセンジャー送ってみたらね、ご本人で、なんと今回プライベートご厚意で一緒に走っていただきました。はい。で、さらにね、私の追い取りもしていただきました。かなりね、私の中ではこう開眼し、もう非常にこう刺激をいただきまして、本当にね、今シーズンの後半がね、すごく楽しくなりました。なので、私がね、何に行き詰まっていたのか、そしてね、どうしたら楽しくなったのかっていうことをね、ちょっと参考にね、していただければなというふうに思ったので、今回動画を出します。ご覧ください。どうぞ。まずは大野店長に前を走っていただきました。初めてご一緒させていただくので、ペースを見るためにもね、ゆっくり走っていただいております。私実はね、人と走らせていただくの初めてだったんですけれど もう超感動しました。もう大野さんが走っているコースの後ろにもうゴールドのラインが引かれているかのように、ここを走ればいいっていうこの安心感、まあ、普段とラインそこまで大きく変わらなかったんですが、その安心感でですね、すっごい気持ちよく走れました。いや、もう動きすべてがもう勉強でしたね。はい。もうすごい参考になりましたし、なんかもう神がかった後ろ姿でした。そしてね、これがね、今日のポイントなんです。はい。コーナーもね、回ったり、いろいろと走りを見せていただきました。いや、ちょっとずつね、スピード上がってきております。大野さんの動き、なんかこれを見れたことがね、私にとっては感服だったんですが、このアップダウンがあるところでね、こういうとこね、ボヨンって動くんですよね。これをね、私は目に焼き付けました。これがね、大事なんだな、ボヨンってこの動きね。はい。これがね、この後、出てきますので、ぜひぜひ覚えておいてください。でね、グリーンもね、この辺結構ね、こう枯れてて、私はラインがいつもどこなんだろうとか思っていたところはね、ここはね、あえて真ん中ら辺を行くっていうことを今回学びました。めっちゃ勉強になりました。はい。速度だんだん上げてくださってます。小野さん、ちらちらと私を見ながらね、いけるかなっていうペースも探ってくださっていました。いや、もうさすがです。はい。でね、まあ、ここは今回のテーマとはそこまで関係ないんですが、めっちゃ勉強になったので、このままご紹介したいと思います。
ここね、結構どこ走っていいか分からなくて、私も迷走していたんですが、真ん中行かなきゃいけないところは真ん中行かなきゃいけないんだなっていう感じですね。端っこ寄ってもね、うまく走れないもんね。はい、こんな感じでグイーッと走ってくださいました。自分で言うのもなんだけど、ラインに関してはね、そんなに今までも大きく外れてはいなかったのかなと思ったり、あ、でもここ行くんだっていう、こう勉強があったりね、こう気づきですね、気づきがあったりして、私にとっては大変刺激的でした。いつもここ全然わかんない。あ、すみません。ガレガレでちょっと大変ですよね。いや、そこはまっすぐ行くんだみたいな、わかんなくていいと、すごい回ってみたりとかして。もうこの私の感動と興奮が ちょっと現れております。はい、でね、ここから、さらにちょっとペースを大野さんが上げまして、これぐらいの速度域になってくるとね、私ちょっと怖いんですね。楽しいと怖いが半々ぐらいになってしまいます。そこまで速いわけではないんだけどなーっていうところで、直線とかはいいんですけど、さっきみたいなこうちょっと起伏があるところとかになってくると、どうしていいか分かんなくなっちゃうんですよね。っていう感じで、B までですかね、大野さんに前を走っていただきました。ございます。はい、行きましょう。はい、お願いします。はい、ここからは大野さんに追い取りをしていただきました。さて、私の走りやいかに。違いが、歴然なんですけれども、私ずっと同じ形してますよね。はい、そうなんです。もう完全になんか棒かかしかなみたいなね、こうもう腕をずっと突っ張っていて、足もずっとペダル水平でスタンディング状態です。はい、結構ね、この辺がタンとドロップっぽいのあるんですけど、全く変わりません。もう画像はめてんのかなっていうぐらい、後ろ姿がずっと同じ、ピーンって感じです。でね、スピードが乗ってくると、あ、飛んじゃいそうって思うので、お尻はめっちゃ後ろに下げます。が、まあ、後ろから見てて変わんないですよね。これちょっと起伏があるんですけど、そういうところでも全く形が変わらない。こんな感じでずっと下っております。いやー、今となってはね、これは怖いわなーと思いますね。なんとなくね、本数は走ってるんでね、一人で走ってはいるものの、コースにできたラインはなんとなく見れてはいるんでしょうけれど、面白いぐらい形が変わらない。ずっと同じ。っていう現実をね、後でこの追い撮り見た時はなんかびっくりしました。ここまでか。やっぱり撮っていただくとね、気づきがありますね。焦んなくていいっすよ。ゆっくりでいいっすよ。はい、ここ絶景トレイルもね、前を走って追い撮りをしていただきました。私ね、グリーン123よりは絶景トレイルの方が好きです。なぜかっていうとね、飛びそうにないからですね。はい、ここは結構好きなので、自分としてはね、安心して走っております。でもね、やっぱり起伏に対してすごいまっすぐですね。はい、バームはね、比較的好きですね。いいね、頑張るね。はい、私はもうこの大野さんの褒め言葉を胸にしばらく生きていきたいと思います。バームはね、好きなんです。決して速いわけじゃないんだけどね、好きです、バーム。いいね。はい、行きます。
はい、はい、ここからは大野さんに前に出ていただいてちょっとご指導いただきました。起伏に合わせて、はい、少しこう上下動ね、上下動、はい、そう、今もう完全にこの姿勢で固まってるから、はい、もっと柔らかく、もっと柔らかく、はい、こういうとこ、こういうとこはい、今までね結構好きだなと思ってたこの一人前なんですが、こう左右にねこう足を出しながらバイクを振るとか、こう起伏に合わせて腰を上下動させるとか、こういったね練習にしていくともう全然難易度が違いました。あ、これはもう走り込まねばっていうぐらいね、はい、左右ピョンピョンみたいな感じで走りました。大変勉強になりました。いえいえ、すいません、貴重な時間をありがとうございます。大丈夫ですか。じゃあ動画を見返して、そうですね、勉強します。いや、勉強じゃないんですよ、だって遊びだもん。そうですね、そうそう、いやでもなんかこう学びたいなってなりました。楽しかったです。あ、なんか最近もうどこ降りていいか全然分からなかったんで、あ、ね、こうやって降りるんだと思って、そうそう、感動でした。ありがとうございます。まあ、またやりましょう。またいつか機会があればぜひ。というわけでした。はい、いやなんかね分かってはいたんですよ、分かってはいたんですが、こんなに動いていないとは。本当にねこう股関節ですね、まあ、腕もそうですね、全然動いてなかったですね。こう実際にねお祈りしていただくことで、あ、こんなにかみたいな感じで気づくことができました。でね、こっから、1ヶ月ぐらいかな、ほぼ毎週通ってたんですけれど、腕はね結構ね早めにちょっと動き始めました。もうリハビリみたいな感じでピンってしてたので、ちょっと動くようにはなりました。でね、シーズンが本当終わる直前になって、やっとねこう股関節が動いてきて、起伏の時にこうミュンミュンってちょっと股関節が動くようになってきました。もう筋肉痛のね出る位置がね全然変わりました。はい、ですごいねスピード乗ってきてもかなり楽しくね走れるようになってきました。いや今回本当に大野さんに救われました。このまま多分ね10本20本乗っててもね、もうずっと行き詰まってダメだったんだろうなというふうに思います。やっぱりちゃんと行き詰まったなと思ったらインストラクターの方にご指導を仰いだりとか、まあ、インストラクターの方がね近くにいなくてそういう縁がないという方もこう仲間と走ったりとか、いろいろなことで情報を集めながらやっていかないと、こうロードバイク以上にねやっぱりステップアップって難しいのかなというふうに感じました。で逆にね言えば、そういうアドバイスをいただくことでこんなに変わるのかというふうに私も衝撃を受けました。さらにねスキルをオフシーズンで磨いて、来春はね今度ブルーにチャレンジしたいなと思っております。はい、きっとね同じ感じで行き詰まってらっしゃるマウンテンバイカー初心者の方いらっしゃると思いますので、参考にしていただけましたら幸いです。ワイズロード東大和店大野店長いらっしゃいます。他のスタッフの方もねマウンテンバイク乗られる方かなり多いようなので、こう特に初心者の方こそね、こういろんな情報を知りたいな、いろいろアドバイスもいただきたいなという方は、ワイズロード東大和店マウンテンバイクアイテムめっちゃ充実しております。過去動画もぜひ見ていただければと思います。でね、行ける範囲の方はぜひワイズロード東大和店行ってみてください。はい、それでは、この動画いいなと思いましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。マウンテンバイクもロードも頑張るぞ。はい、以上です。またね。